テラス沼田は群馬県沼田市下の町にある沼田市役所を含んだ複合施設である。名称は4つの案から一番投票数の多かったテラスに市民の投票によって決定した。入居しているテナントは次の通り、蒸気以外にも屋上が開放されており、花壇が設置されている。 テナントはすべて埋まりきっておらず、スーパー小池等の商店が出店する予定があったが、結局計画は頓挫し、テナントが埋まらない状態が2020年現在、続いている。グリーンベル21は、群馬県沼田市下の町888にあった、再開発ビルである。外観名称は、公募によって決まり、森林文化都市宣言をしている、沼田市のイメージに合っているとして選ばれた。 沼田市の市街地再開発事業に三井生命保険が参画して建設された再開発ビルで1993年4月16日に総売り場面積8800平方メートルの沼田サティを各店舗として専門店46店が入居して開業した。管理、運営は第3セクターの沼田都市開発株式会社であった。 商業棟を中心に駐車場棟と沼田市立図書館が配置されるとともに各館の間を連絡する空中ホローが3階部分に設けられていた。商業棟は8階建てで1階から7階までは商業施設、8階は機械室となっており、延べ床面積は約28,900平方メートル、店舗面積は約11,800平方メートルであった。 駐車場棟は7階建てで、延べ床面積は約1万4000平方メートル。1階は商業施設、2階から7階と屋上は駐車場。約440台が収容でき、料金は開業当初は有料であったが数年後に無料化。開業当時の各店舗は1階に開業した沼田先だったが、運営するマイカルは2000年6月、全国で。 赤字店を閉鎖する方針を打ち出し、同店も撤退される見通しとなった。一度は沼田市の要望により存続営業が決まったものの、2002年8月31日に撤退した。そのため、沼田市は1階の新たな各店舗として A コープに出店を打診。2002年11月1日の開業に至った。同日には沼田市観光協会が、 地元の伝統工芸や特産、観光情報を提供する沼田ふるさと館が5階に開館した。一方、2から3階を中心に3100平方メートルは未だ空き店舗となっていた。沼田市は改装費や賃貸料の2分の一押しが助成するグリーンベル21出店促進条例を施行して各店舗となる大型店を誘致。この条例は、 大型店に出店する店舗向けの女性制度としては、県内初の試みであった。2003年6月13日、A コープに並ぶ各店舗として、サンバード長崎屋が2階に開業した。だが、その後各テナントで、経営不振が続き、テナントの撤退が相次いだ。2008年5月25日にサンバード長崎屋が撤退し、2010年5月28日に、 A コープが撤退したことで2つの各店舗がなくなり、しばらく各店舗がない状態が続いた。A コープ撤退時点で、1、2、4階はほぼ空き店舗となった。その後もテナントの撤退は止まらず、2012年3月31日に沼田ふるさと館が休館した時点では、4階は完全に閉鎖、5階は FM オゼのみ、1から3階も大半が空き店舗となり、 店舗面積の76%が空き店舗となった。沼田市は2012年度一般会計予算で空き店舗対策としてテナント出店促進事業費補助金5000万円を計上。店舗面積1000平方メートル以上の大型店舗を出店する事業者を対象とした。同年11月15日、イートバイテックジャパンが経営するスーパーマーケット、沼田マルシェが1階に開業した。 ただし、E とバイテックジャパンは、ビルの大部分を所有していた、メドテックインベストメント2の親会社で、ビル所有者の関係者による出店は、この補助金の対象外のため給付はされていない。また、この開業は、メドテックインベストメント2と競争中でビルを管理、運営する沼田都市開発を介さず、無断で行われたものであった。2013年2月1日に7階の宴会場が、 運営していたソサヤホテルの事業停止に伴い、閉館した。そのため、すでに閉鎖されていた4階に加え7階も、完全に閉鎖された。沼田マルシェは2013年6月下旬、業務用スーパーへの業態変更を行い、プロマル沼田マルシェとしてリニューアルした。だが、経営は回復せず、同年7月13日に撤退した。テナントの撤退は加速し、 2014年2月までにすべての小売店が撤退したる。2月24日のキャンズ沼田店撤退。それに伴い、2014年3月からは商業棟と沼田市立図書館とを連絡する空中ホローは閉鎖されている。その後は5階に本社県演奏所のあるコミュニティ放送局の沼田 FM 放送とスポーツクラブ、ジェルスポーツクラブ沼田がテナントとして残った。 そして、ジェルスポーツクラブ沼田が2015年3月28日で営業を終了することになり、同月9日の沼田市議会で開けていると経費がかかることなどを理由として市長が一旦閉鎖することを発表した。さらに、最後に残った沼田 FM 放送も沼田市が移転費用を負担する形で駐車場を胸に移転することになり、2015年7月末までに、 全テナントが退去することになった。また、管理、運営を行っていた第三セクターの沼田都市開発株式会社は2015年6月29日に開いた株主総会で会社解散を決議し、同年8月27日の株主総会で生産財産目録を承認を決議した。二千五年に土地と建物のうち約ントを所有する三井生命保険は、 沼田市に対し、優勝での権利上との申し出を行った。また、2006年には、商業棟1から4階の約14,600平方メートルと駐車場棟について、無償寄付の申し出を行った。だが、市は長らくその是非を明示しなかった。2008年5月にサンバード長崎が撤退し、それを受けて市は、視聴者の移転を視野に、無償寄付の受け入れを検討。 同年8月に市民説明会が開かれた。だが、資産では移転全体に8億円かかるなど問題点もあったことから、市は2009年2月、財政難を理由に受け入れを辞退した。2010年6月30日に、三井生命保険は、商業旨を合同会社メドテックインベストメント2へ、駐車場旨を合同会社メドテックインベストメント3へ、 ビルの持ち分を譲渡した。2013年11月19日に、メドテックインベストメントに、3の両社は、沼田市に対し、公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて、約4億2000万円で買取を申請した。市は、同年12月6日、県や市、市土地開発公社からの買取の希望がなかったとして、買取に応じないと回答した。ただ、市による、 買い取りの検討は引き続き行われた。2014年3月6日、星野いよ沼田市長は、市議会一般質問で、地元の地権者27人から市に対し、施設全体の取得を求める要望書が提出されたことを明らかにした。2014年4月に行われた沼田市長選挙では、施設の活用法が争点となった。現職の星野市長も含め、 立候補した3候補は共に、老朽化した視聴者の移転と商業施設を誘致し複合施設に整備することを視野に、早急な解決を図ることを公言していたが、まず市の所有にとしてきた横山孝一が当選。同年5月に就任した。メドテックインベストメントに3の両者との協議を始めることになり、2014年8月8日に、 横山市長は斉藤匠、職務執行者と会って話し合いを行った。両者は商業旨と駐車場旨を一体で買い取る、要要求。9月1日に行われた協議では、両者から市への売却条件として、両者が独自に見積もった投入費用約6億1000万円と固定資産税未払い分の延滞金利の減免などが提示された。二千十四年十月七日、 横山市長は、施設全体を取得する方針を市議会に示した。10月15日の市議会臨時会で、メドテックインベストメントに、3の両社からの取得費用と施設維持費用4億8000万円を盛り込んだ補正予算案を全会一致で可決し、10月27日の市議会臨時会で、メドテックインベストメント2.3との売買契約議案を全会一致で可決した。 11月20日の市議会臨時会で商業棟の土地と建物のうち7階部分を所有していた笹谷ホテルの再建者からの取得費用約4310万円の補正予算案を提出し12月2日に全会一致で可決した12月2日の市議会定例会で商業棟の土地と建物のうち合わせて 約12.6%を所有する残る地元の地権者からの取得費用6,600万円を盛り込んだ補正予算案を提案、可決された。2014年10月17日に仮契約を結び、10月27日に市はメドテックインベストメントに3の両社から商業旨約3億5,524万円、駐車場旨約1億13万円で、 その所有分を取得し、同日付で一点登記を行って、正式に取得した。なお、この売買代金の他に両者には2014年10月下旬に、結んだ和解合意書に基づき、第3セクターの沼田都市開発から11月27日に、別途和解金が振り込まれている。7階部分を所有する、笹谷ホテルの債権者である、整理回収機構や外国銀行系の金銭、 再建管理回収会社などからの約4310万円で取得したほか、2014年12月26日までに、残る地元の知権者から合わせて約6600万円で所有分すべてを取得する、交渉がまとまり100、100%私有化されたことが2015年1月7日に沼田市から発表された。三井生命保険からメドテックインベストメント両社へ、 ビルの持ち分が譲渡された2010年6月以降、所有権が複雑化し、所有側のメイドテックインベストメントに、3の両社や元所有者の三井生命保険は、運営側の沼田都市開発やテナントを相手に、施設の管理費やテナント料などをめぐりたびたび訴訟を起こした。沼田市、沼田都市開発、編集2012年4月、三井生命保険は、沼田市を相手に、 誤った固定資産評価を受け固定資産税を課題に納付させられたとして約1億800万円の賠償を求める訴訟を前橋地裁に起こした。2012年4月、メイドテックインベストメントには沼田都市開発を相手に管理費など約6600万円の支払い義務はないとする訴訟を東京地裁に起こした。2013年9月、東京地裁は 電気代などを差し引いた約5300。2014年11月11日、メドテックインベストメントに、3の両社は、沼田都市開発やテナントとの訴訟をめぐり、市が、両社から土地と建物の持ち分を取得したことを受け、和解が成立したと発表。商業旨と駐車場旨の賃貸借契約を解除、沼田都市開発は和解金として、 テナントの協力金や未払い賃料3200万円を両者に支払う。両者は東京地裁で係争中の未払い賃料訴訟を取り下げるなどを和解条件とした。一方、2014年3月に起こした星野元市長を相手にした訴訟は継続するとした。星野いよし前市長、編集2014年3月メイドテックインベストメントには、 沼田都市開発取締役も務める星野市長を相手に、市は施設の管理、運営を実質的に支配しており市長は、施設が有効利用される、要監督する責任があるにもかかわらず、空床状態を放置してきたとして、2013年9月に東京地裁がメドテックインベストメント2の債務と認めた、前述の約5300万円を支払うよう求める訴訟を、 前橋地裁のまた支部に起こした。同年11月28日に第一審の審理が終結し、2015年2月20日に東京地方裁判所が請求を帰却する判決を下した。これを不服として、同年3月4日に投資会社が控訴したが、同年7月16日に東京高等裁判所も請求を帰却する判決を下した。日本スポーツライフ。 編集2014年8月、メドテックインベストメントには、ゼルスポーツクラブ沼田を運営する日本スポーツライフ株式会社を相手に、テナント料が2年近く未払いだとして、約2200万円の支払いと施設の明け渡しを求める訴訟を東京地裁に起こした。この訴えに対して、2015年5月15日に東京地方裁判所が、 約3288万円を支払うことなどを内容とした和解案を提示したが、被告の日本スポーツライフは同月28日に解散することになった。その後、同年7月8日に結審し、同年9月11日に被告の日本スポーツライフに賃料などの支払いを命じる判決が出た。視聴者を移転すると,とともに、歴史資料館や 商業施設を併設する複合施設として再生する基本構想案を2015年9月17日の沼田市議会特別委員会で示した。この基本構想について市民と意見交換する説明会が同年10月27日から7回の予定で開始され7カ所合計で197人が参加した。この構想の一環として隣接する沼田郵便局を 当館内に移転、入居させるよう日本郵政に働きかけたが、2015年12月16日の沼田市議会特別委員会で拒否されたことが報告された。また、NHK 大河ドラマ、真田丸関連企画として開催する上州沼田真田丸展が、1回で2016年3月20日から2017年3月31日まで開催された。 2017年3月13日、公募により再生後の施設相性がテラス沼田に決定。整備改修工事は同年7月12日に寄工、2019年3月13日に完成し、令和改元後の5月7日、施設内に移転した市役所の会長式が取り行われた。鉄道路線バス、ありがとうございます。